八村塁選手の弟に対しての誹謗中傷ダイレクトメールについてなんですけど、まだやるかと僕は思います。つい最近だと木村花さんに対しての誹謗中傷メッセージとか、まあその他もいろいろあるじゃないですか。で、明るみになってない人もいるし、まあ芸能界の方や、YouTuber の方、メディアに出る方がただ単に言ってないっていうだけだと思うんですよ。もうこれは SNS がある限りなくならないと思いますね。やっぱり戦争をやる国とやらない国があるように、それぞれの正義があるんですね。で、まあ、簡単に身近なところで言うと、どんなにいい学歴でいい会社に勤めていたとしても、ルールを破る人っていうのは必ずいるわけじゃないですか。信号を無視する人、信号を無視しないかった人いないですよね。どんなにいい子でも、まあぼーっとしてたりとかして無視しちゃう場合もありますけど、いないからいいやっつって、まあ、あんまりね、子供の前で信号守りましょうって子供は小学校とかで言われてるわけですけども、堂々と信号無視子供の前でしちゃう方もいるじゃないですか、それをいちいちね注意したらね、その人はマスクやらないで注意された人も、暴れちゃう人も分かってて、おら来いよって言ってんですよ。犯罪じゃないんで、そういう時に限って自由の権利はどうしたみたいなね、個人の自由じゃねえかみたいな、なんで守んなきゃいけねえんだよっていうね、そういう感じの人いるじゃないですか、構ってほしい人。だからね、普通に考えたら、まあ、この間飛行機の中で、何ヶ月か前に飛行機の中で、マスクつけろって言われて、ふざけんなってなって、言われるの分かってて、取って言ってますよね。普通はめんどくさいから、効果がどうとか、かかるかからないとか、どうとかじゃなくて、もう、飛行機、他人に迷惑かけちゃうじゃないですか。自分の主張の前に。ちょっとね、顔つきもおかしいんですよね。正直顔に出ちゃうっていうか、性格が、まあ言ってることはおっしゃってることは分かるんですけども、だからその決まりでしか動けない人、なんかこう臨機応変に、あ、ここではこうなったらこうなるな、他人に迷惑かかるな、飛行機が飛ばなくなっちゃうなっていうね、そんなことよりも自分の主張だと、まあ、ちょっとやっぱりどこか人間じゃないというか、虫ですよね。ただ単に泊まりたいところに泊まる、飛びたかったら飛ぶ、何も考えてないじゃないですか。それに近い気がしますね。せっかく理性があるのにもったいないなと思いますけど、そういう人間がいることによって、あ、これはいけないことなんだなっていう勉強も兼ねてると思うんですよ。勉強になるなって思わなきゃいけないと思うんですよ。我々もただ怒ってるだけじゃなくて、こういう人間もいるんだなっていう学びができたじゃないですか、だから注意する方も注意しろって言われてるんでしょうけど、もう飛行機なら飛行機、電車なら電車で、もうマスクをつけないと乗れませんよっていう、罰金ですよとか、そこまでしないと、日本はちょっと優しいんで、あんだけしても釈放されちゃうじゃないですか。なんかこう
デメリットというか、まあ自粛、店飲食店も自粛しろって言われてますけど、何の保証もしてくれないんで、やっぱり保証も必要なんですよね。マスク してくれたら何円にしてあげるみたいなね。こっちばっかりしてるじゃないですか。でもまあ我慢してやるしかないんですよ。だってみんなね、他の人に迷惑かけちゃいけないと思ってるんで。だから自分でちょっと天に召されちゃうね方もいらっしゃるんで、やっぱり人に迷惑かけるぐらいだ、人に迷惑かけちゃうし生きていけないし、殺人してまでこの世に生きたいと思う人ってあんまいないと思うんですよ、金欲しいとか。だから結局自ら選んじゃう人が多いと思うんですよ、そのせいで。でまあ人種差別も日本にはあるんで、日本も結構実行に移さないだけであるんですよね。やっぱり僕なんか昭和生まれなんで、やっぱクラスに一人ハーフでもいようもんなら、なんかちょっとこいつちげえなっていう、双子ですらちょっとちげえなっていう、まあ、時代に生まれたんですよね。で僕はあんまり人に興味がないので、感情移入しすぎちゃうところもあるんで、自己防衛の意味もあるんですけど、で自分のことを知ってもらいたいから、ちょっと話しすぎちゃうところもあるんで、ちょっと現代ではちょっと危険だと思うんで、僕の性格はすぐ嫌になっちゃうし、人にこう人と仲良くしよう、うまい具合にできてて仲良くなりたい人って仲良くなれなくて、仲良くなりたくない人が近寄ってきちゃったりするんですよ。で鬱陶しいんで、僕鬱陶しがりなんで距離が欲しいんですよ。だから毎日一緒に帰ろうとか、毎日遊ぼうとか、毎週飲みに行こうとか、疲れるんですよね。自分の時間が欲しいっていうか、だから毎日付き合わなきゃいけない、子育てとか結婚とか嫌なこともしなきゃいけない、最低限でいたいんですよ。だからね、世間体で無理やり結婚するっていうことはないんですよね。 100% いや 90% で 90% を幸せになれるのであればするんですけども、みんな幸せになれると思って結婚したりとか、まあやることがないんで、結婚が一番まあ立派な人間に見えるかなっていうところでしてると思うんですけど、だそういう人は心のどこかに結婚してない人はみっともないとか、そういうふうに育てられた感はあると思うんですよね。で八村選手って黒人が強いじゃないですか、日本から見ると。外国から見たらもうチャイニーズに見えるかもしれないんですけど、東南アジアとかね。だけど日本からしたらやっぱ黒人だなって思っちゃうんで、その黒人ハーフはハーフでも、その日本と離れちゃうと見た目がね、多分そういう対象になっちゃうんだろうなって。日本も島国で内弁慶な国なんで、外に内側は強いんですけど、外側からのものに弱いんですよね。だから英語とか日本語も日本でしか使われてないんで、日本が全てだと思っちゃうんですよね。最近ちょいちょい海外でもね、活躍できる純日本人、純って言っちゃうところがもうダメなんですけど、が多いんで、日本人すごいんじゃねみたいなことになってますけど、全然すごくないと思います。平和ですけどね、ご飯は美味しいのと平和っていうのは一番だと思いますけど。なので今あんま、だから外見はあんま気づかれないんですけど、安室ちゃんとか、沢尻エリカさんとか、あと誰だ、ダルビッシュさん、ダルビッシュはもう名前でまあハーフなんだろうなっていうのはね、なんとなくスタイルもそうですけどね、ありますけど、だ宮沢りえさんと安室ちゃんと沢尻さんは
片方の親がゴリゴリの、あ、アマちゃんクォーターですね、すいません。沢尻さんなんかゴリゴリの外国人ですから、お母さん全然似てないですよ。梅宮アンナさんは日本人から見ると外国ハーフっぽいですよね。だけど辰兄にすげえ似てるんですよ。こう、あの口元がほうれい線みたいな感じだけど、目はお母さんじゃないですか。だから安室ちゃんと宮沢、特に宮沢りえさんはハーフだと思われてないんじゃないですかね。だからそこら辺は差別しないですよ、人種で。だけど八村さんとかはもう完全に日本人なの、これ日本人初の NBA 選手、え、外国人じゃんとか。あと大坂なおみさんとか、大坂さんも結構お父さんと色似てないんですよ。お母さん寄りなんですよ、日本人寄りなんですけど、日本人から見たらちょっと外国人っぽいんですよ。日本語もまああんま喋る得意じゃないみたいなんで。だからね、日本もね結構差別してるんですよ。結構若干、まあ、カースト性みたいなところあるじゃないですか。やっぱり、まあ、自らそうしてるんですけど、やっぱり金持ちの家は、まあ、公立小学校、そこら辺に両親が歩きタバコしてるような学校には入れないじゃないですか。やっぱりちゃんとした人間はちゃんとした子に育てるし、大学行ってた人は当たり前のように大学行かせるじゃないですか。で、今コロナ禍ですけど、コロナ禍でも勉強させてるし、やっぱり高卒中卒の人はやっぱりなんかこう勉強する習慣が自分にもないんで、なんかこう割と習い事でも格闘技系とかやらせがちだと思うんですよ。力が全てなんで、学力よりも力が弱くて頭いいやつ出せみたいなところあると思うんですよね。僕は両方の気持ちもわかります、はい。なので今英語勉強中です、はい。コロナ禍で差をつけてやろうかなと思って、高卒の中でも俺みたいなやつが英語を喋れたらかっこよくねと思って、うん、以上です。